私、お花のことは好きなんですが、知識はあまりなくて。ミチルさんは詳しいんですよね。まあ、知識はありますが。そういうことなら、ハートキャッチプリキュアで勉強するというのもおすすめですぞ。お花についても学べるんですか？もちろん。毎回様々な花が登場して、花言葉が紹介されたりもしますからな。花言葉か。送った花の花言葉で相手に気持ちを伝えるってロマンチックだよね。ふふん、真帆先輩もなかなか乙女ですな。いや、別に乙女とかそういうんじゃ。しかし、そのような使い方は実は注意が必要なのですよ。花言葉はいろいろなバリエーションがありますからな。相手の知っている花言葉が自分の知っているものと違うということもあるのです。好きって花言葉の花を送ったつもりだったのに、相手は嫌いって意味だと思っちゃうかもってこと？そこまで極端なことはないにしても、ちゃんと意味を書き添えた方が間違いないですぞ。お花の世界は奥深いですね。そういえば、つぼみさんはお花に詳しいんですか？つぼみの両親はお花屋さんですからな。おばあちゃんは植物園の園長でありますし。素敵ですね。私、子供の頃は家に植物園があるといいなって思ってました。うんうん、自分の家に植物園欲しいよね。くるみの場合、本当に作れちゃいそうな気がするんだけど。でも、イワシさんのお仕事がすごく増えちゃうから、いきなり作るのは無理だよね。植物園は無理ですが、茶室に花を置こうとは思っています。ああ、床の間に一輪挿しを飾るとかそういうの？いえ、もっとたくさんの花を置きたいんです。それこそ植物園くらいに。え、そんなに？花に囲まれた茶室で客人をもてなす素敵な茶会になると思うんです。いいね。綺麗なお花を見ながらお茶するのって楽しそう。見た目も派手だし。それは素晴らしいですな。その際にはこの店で花を注文してもらえればなおいいですぞ。お願いしますね。なんとなくわびさびとかなくなっちゃう気がする。